皆さんこんにちは、アールチャンネルです。今日はキラキラシークレットペンをご紹介していきたいと思います。こちらは100円ショップセリアで購入しました。表のデザインが可愛くて思わず買ってしまいました。あとね、内容がすごく面白そうだったのでちょっと買ってみました。それでは開けていきたいと思います。おー、かわいい。よいしょ、硬い。こんな感じです。このペンはどういうペンなのかちょっと試していきたいと思います。まずこちらの白のひだがねちょっとあるんですけども、そちらをぷいっ取ってください。取り終わったらこれでペンがつくそうです。こちらの真っ白なペンで描いていきたいと思います。さあ皆さん当ててください。何を描くのでしょうか。少し見えてます。なんて書いてあるんだろう。見て、わかんなくなってきた。これ自分でね、少し見えるんですけど、本当にね、ちょっとしたらなんて書いてあるかわかんなくなっちゃいます。何にも書いていないよ。でもこれ書いてるんですよ、実は。でもね、本当に私どこに書いたか忘れちゃった。本当にどこに書いたか忘れちゃった。ここのボタンを押すとですね、こんな感じで光ります。これを当てると見えら白で、なんて書いたでしょう。答えはどこ、見て。あ、あったあったあった。ここにあります。見えるかな。はい、見えるかな。あおりチャンネル、あおりチャンネルです、って書きました。わかりづらいのでちょっと電気を消したいと思います。はい、いきます。あおりチャンネルです。すごい、なんでこれ光るの。なんでこれ光るんだろう。綺麗。暗くした方が見えますね、こんな感じ。でもね、普通のライトだと本当に見えません。電気を消すとなんて書いてあるかわからない。不思議。すごい、すごい、少し見えます。じゃあ次、ちょっと待って、どこに書いてあるかわかんない。ここの下らへん。待って、本当にわかんない。待って、かぶっちゃいそう。ここだ。じゃあ次、ここに帰っていきたいと思います。じゃあ、書けました。一瞬書いてる時見えるんですけど、ちょっと経つと何も見えない。今はこんな感じです。もう一回電気消します。じゃあ、いきます。チャンネル登録よろしく。皆さん見えますか。ここにさっき書いたあおりチャンネルですも見えるんですけど、今書いてたチャンネル登録よろしくと書いてあります。本当によろしくお願いします。こちらですね、こちらのペンを使って内緒の手紙を書けますね。これもらった時、何、真っ白真っ白真っ白、ああ何て書いてあるかわかんないってなります。買うときはこちらの普通のライトじゃダメダメ、絶対ダメ。でもこちらの不思議なライトを当てるとわかっちゃう。イエーイ。ということで、今回は100円ショップセリアで購入したキラキラシークレットペンをご紹介しました。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。